和田誠は日本のイラストレーター、グラフィックデザイナー、エッセイスト、映画監督、大阪府生まれ。ジップは築地小劇場の創立者メンバーの一人で、後、ラジオドラマを多数演出し、ラジオの神様と呼ばれた和田氏。日劇レビューで演出家を担った山本志郎は叔父にあたる。妻は料理愛好家、シャンソン歌手の平野レミ。長男は、 ロックバンド、トライセラトップスの和田翔で、その妻は、上野樹里。次男の和田律は、元電通勤務で、現在は母、平野レミの料理サイト、レミーのクリエイティブディレクター。律の妻は、和田明日香。和田がレミを紹介するよう頼んだのは、当時レミとラジオ番組で共演していた、久米宏司であったという。久米は、レミさんだけはやめた方がいいと思いますよ。と返したという。 父である生が勤務していたジャブックの当時の不妊地で、ある大阪市東住吉区で生まれる。1945年、生の失職に伴い3月に、一家で東京都世田谷区大田に転居。しかし誠は、家族と一人離れて疎開した千葉県で敗戦を迎える。東京へ戻り、世田谷区立大沢小学校3年時に転入し、東京都立千歳高等学校。 多摩美術大学図案科を卒業。グレンミラー物語を見て、ジェームズ・スチュアートに似顔絵付きのファンデターを出して、返事で絵を褒められたのが絵を職業にしようと決心した理由の一つだという。1959年に広告制作プロダクションライトパブリシティにデザイナーとして入社し、同年、日本専売公社が発売予定の新商品の紙巻きタバコ、ハイライトの パッケージデザインコンペに参加し、採用される。他にも、自社のライトパブリシティ及び、社会党のロゴマークを手掛け、キャノンやトーレといった、国内有数の企業の広告デザインを、長らく担当した後、1968年退社。1964年に、ナダホン、タダニン、ウノア、キヨシ、山口春美、横尾忠則らと東京イラストレーターズクラブを結成。 退社後は、フリーランスとなり、週刊、文春の表紙や星新一著作の差し絵などを手掛ける。他、精神一、丸や最一の一連の作品や村上春樹の、アフターダーク、三谷幸喜や阿川沢子作品をはじめ、数多くの想定を担当する。イラストレーターとしての仕事が知られる一方、窓際のトットーちゃんなど、自身のイラストを用いないデザインも見られる。通常、 書籍のバーコードは裏表紙のカバーに直接印刷されるが、これを嫌い、ISBN の数字のみが表示されたデザインを取り入れている。結果、バーコードは帯に印刷されることが多い。映画にも造形が深く、1984年に角川映画として初監督作品である、真田博之主演、麻雀放浪記を手掛け、小泉京子主演の回答。 ルビーなど数作品でメガホンを取った。ちなみに、多分野出身の監督が第一2作連続で、キネマ旬報ベスト10入りを果たしたのは、後にも先にも、和田和人である。監督業以外にも、お楽しみはこれからだ、と、映画が、テーマのエッセイ集を出している。1992年、おじの山本志郎に、国内レビューの黄金時代を取材した内容をまとめた、著書、 ビギン・ザ・ビギンをモチーフに、日劇物語を映画化する話が持ち上がった。和田が脚本を手掛け、クランクイン寸前まで進んだが、資金不足のため撮影は中止された。アニメーション作家としての実績もあり、1960年に栗陽次、柳原良平、真鍋博士がアニメーション3人の会を結成し、葬月ホールで定期的に上映会を行っていた際に、 横尾忠則や手塚治虫等と共に参加し、個人制作の作品を発表した。1961年 NHK で放送開始のみんなの歌に参加し、初のアニメ映像作品、誰も知らないをはじめ、多球曲の映像を制作した。また、フジテレビゴールデン洋画劇場のオープニングタイトルを手掛けている。2019年10月7日、東京都内の病院にて、 肺炎のため死去。83歳ボーツ。無印は映像が現存する曲。マークは現存しない曲。初のアニメ作品を手掛けたものの、その映像はわずかしか現存せず、2011年開始のみんなの歌発掘プロジェクトでも音声曲は提供されたが、映像曲は提供されなかった。ありがとうございます。